無記名のね。そう、無記名のなんかこう、かなぐらいかな。しかないよ。日村さん、明日話変わるけど、はい。番組で人間ドックでしょ。明日は僕行くんですよ。なんか大木から説明受けてんの聞いたら笑っちった俺。すごい大変なんです。日村さんだけなのね。その仕事を。そう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 、そう。で、日村さんがなんか説明受けてて、そう。大木がビニール袋からなんか袋みたいなのいっぱい出してきて、そう。日村さん、明日の、その 人間ドックの、準備なんですけど、みたいな。うん、そう。今日何時頃からもう食事は一切ダメです。ダメです。したらもうダメじゃん。もう食えねえじゃん。もう食えねえじゃねえか。あれっつって。そう。そして、朝起きたら2リットル水をまず飲んでます。そんなに朝6時飲くと1リットル飲んで、で、1回寝て7時飲くともう1回1リットル飲んで。めんどくせえ。そんなしなきゃいけないんだよ。そんなしなきゃいけないんだよ。で、なんか変な薬飲んで。寝る前に薬をね、飲むの。うん。なんか空っぽにしろってことなんだよ。で、その、要は、その腸を、大腸検査するから、腸の中、要は、うんこがあったまま行くと、ズボズボってやったらうんこついちゃうから。カメラの方に。そういうの全部出せと、とにかく。朝6時に起きてさ、起きがけに1リットル水飲めねえ。罰ゲームだ。笑っちゃうよ、俺。ねえ。で、もう1時間後にもう1リットル。もう1リットル。絶対飲めねえ。絶対飲めねえ。で、食っちゃいけないでしょ、何も。何も食っちゃいけない。そりゃ過酷だな。そうなんだよ。でもいいね。これ仕事してていいなと思う時っていろいろあるけどさ、まあね、人間ドックなんて本当そうだよね。こんなのだってお金払ったらやっぱ高いしね。ずりーな。俺もやりたいわ。うん、やりたいよね。いいな。うん、そうそう。人間ドックやりたい。やったほうが、もう我々の年齢はやったほうがいいからね。言うけどね。なんかあるかもしれないしね、体ね。うん、どうするよ、ひまさん。なんか出てきた。どうする？本当に。これあったら。これどうすんの？あったら。ね。引くでしょ。引くって、引くとかそんなレベルじゃないよね。うん。うわってなるよね。うん。で、まあまあ、一応ね、ひまさん本人なんですって、うん、番組の人が。実はですね、日村さん、はい、死にますと、いわゆるそういう病気ですと、うん、どうしますかと、まあ、日村さんのこともね、はい、考えて、ここは一応ね、お部屋前にね、はいはい、ちょっと本人に確認した上で、どうするか決めたいと、うん、でも一応、取った、ね、もんだし、うん、どこかでは言わなきゃいけないんじゃないかなっていうのもありますし。まあ、言わない可能性ね、そういう方向でやっていくっていうのももちろんあるとは思うんですけど、うちとしては取ったものは出したいんですけど、どうしてそうした？いやー、だって笑えないでしょ。俺死ぬんだよ。それなのに取ったもの出してないし、死にたくねえよ俺。で、多分そんな説明も多分もうないと思う。死にたくねえよ、死にたくねえよって言ってるのも。ああ、そう。そうなんかもう。でも一応と、これじゃあ、なくすとなると、そのワンシャープ分穴開けちゃうのまずいんで、はい、ちょっと簡単な軽い企画を違うのやりたい。ああ、もうはい。それで行きましょう。いいですか？はい。じゃあ、芋掘りの季節なんで、芋掘りに行ってもらって。はい、芋掘りで。はい。芋掘り行きましょう。それをやってもらわなきゃいけないんですけど。もう全然芋掘り行きましょう。俺死ぬんだな。俺死ぬんだな。芋掘って死ぬんだな。とかね、うん、そういうのになっちゃって。でも本当はほら、山田邦子さんもね、番組で乳がんが見つかって、うん、早期だから、ね、あるよ、過去何回も。全然あるから、ね。そういう番組で芸能人の人マジで見つかって。そう。うん。これはもうみんなやった方がいいことだからね、ケンさん。うん、俺なんか絶対いいわけないんだから、こんな太ってて。うん、タバコも吸う、酒も飲む。うん。うん、まあ、万年下痢だしね。万年下痢だし。うん。いいわけない。鼻は、ひん曲がって詰まってる。鼻はひん曲がってるし、みたいな。口からうんこみたいな匂いするし、そうなんだよ、汚いし、うん、鼻周りに異様に汗かくしさ、うん、で髪綺麗だ綺麗だ言ったけど普段は超汚い。顔ばっか顔。え？そうなの本当に。ろくなことない本当に、うん。メクソもすごいしね最近。メクソがボロボロ出てくるんだよね。犬の病気じゃないか潰れてる。そう。では犬の病気なのかしら。メクソがボロボロ出てくるし。ね、パグ犬か潰れてるでしょ。そう。チワワかパグか潰れ。そう、うん。いいわけないんだから。そうだよね。なんか悪い俺絶対。うん、うん、ガンマなんて言ったら絶対高いしね、肝臓はいいわけないし、あ、うん、あとなんか肉体的にも衰えてるでしょ、筋肉とかさ落ちてるね、で脂肪はいっぱいついてるし、脂肪だけはあるしね、筋肉はないからね、うん、もう関節関連がもう俺ぐにゃぐにゃですからね今、あ、筋肉ないから支えるのがもうやっと支えられないから、巨神兵みたいな、そうこの体重をこの溶けてきてるんだ、そうですよ、うん、私、うん、溶けてますねって最近よくあのギャグで言われるけども、日村さんの顔のあたりとか溶けてますねって言うけど、うん、あれあながち嘘じゃないからね、そうだね、うん、溶けてるからちょっともうさ、うん、この年になってくるとさ、うん、その死を感じるわけじゃない、感じますね、折り返しましたから人生は完全に我々、そうだね、70歳だとした場合のことだと、うん、うん、日村さんでも俺の思う日村さんは意外と長生きするみたいな、うん、そう俺もそう思うんだよなんか俺もちょっとそっちかなと思ってんだよね、意外とずっと言いないつって、うん、なんかね、ずっとちょこちょこした細かいのはやってっけどみたいな、うん、そうでも分かんないからね、検査結果出てみないと、うん、日村さん普段からさ薬とかもすげえ飲んでるじゃん、はい、あれも良くないんだろうね、良くないんだろうね、まあ俺も結構飲むけど、うん、日村さんももう尋常じゃないじゃん、うん、ね、
もう主治医が小山だからね。うちの主治医小山ですから。小山っつって薬をすぐもらう。あ、そうだと僕大腸からあれですよ、カメラ入れるんですよ。大腸から。大腸から肛門、肛門から、うん。肛門からカメラ入れるんですよ。やばいじゃん。日村さん、あんって言っちゃわないよ。あんって言うかい。あんって言うかい。あもっとって。もっと奥突っ込んで。もっと奥突っ込んでって。うん、そんなないよ。出したり入れたりしてください。中見てください。分かってますよ、見てますからって。どうしよう、これ本当目覚めちゃったらね。こんな気持ちよかったんだってなったら本当にやばいよね。うん、DVD に焼いてください。焼いてくださいって。それ見て僕女にする。はい、そうです。私、変態です。見られんだ、うん、ケツの穴の中足は入れられます、うんうん、座薬は何回もありますけどもね、うん、かなり奥まで入るでしょ、大腸のカメラっていうのは。もうどんどん入れるんじゃない、どんどん入るわけでしょ、うん、大腸まで行くわけだからね、うん、あれやばいですよ、大腸見て何かねえかどうか、うん、じゃないかね、あだからもうその水とかでうんことかを全部出す、うん、全部流してくれと、はあ、でもなんか、うん、日村さんずっと下痢だからないんじゃない、なんかあれか、固まってるなんつの宿便的な、うん、そういうのがあるかもね、宿便はすごいと思うよ俺は。日村さんこれね、大腸の壁にね、はい、はい、これ、まあ、厚さで言ったら1センチぐらいですよ、はい、ぐるりとうんこずっと詰まってるんですよ、これ。ああ、マジか。これもう何十年も溜まった宿便がもうブワーッてついてる、はい、これ全部うんこです。見てください、はい、うわ、これ全部うんこ、これですか、いつも持ってるんですよ中の中に、このこれうんこなんですか、全部、ね、これね、ほっといたら病気になっちゃう、はい、もう大腸が狭くなってんだから、ああ、はい、もうちょっとどうしたらいいですかね、これもうね、はい、全部こう手術でうんこ取らないといけない。うんこ取る手術。はい。そんなあるんですか。もう吸うんですよ、これは。バキュームからね。無理やり。はい。うん。やります。やります。じゃあもう手術です。はい。じゃあ1年間仕事休んでください。うんこ取るのに1年もかかるの。いやでも死にますよ。どんだけやんの、うんこ取るの。どんな、うん、死ぬ。宿命ってすごいからね、ほんとね。ああいった大腸とかの、ああいう溝かなんかに入ってんだよね、うんこってね。汚いな。そう。うん、あれが発酵してってなんかこうガスが溜まってお腹が出るんだもんね。そうなんだ。宿便が。宿便もそうだし、それ、まあ、吸ってる空気もそうだけど、うん、それがどん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 下に下がっていって空気としてプッて出るんだって。で、だから臭いお腹っていうのはやっぱ、宿便がやっぱあるんだ。昔からのあれが原因なんだ。うん、そう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 。あ臭くないし、いるもんね。なんでおなら臭いのかな。やっぱうんこ通過してるもん。いや、でもさ、なんでうんちとかって臭くなるの、わかんない。なんで匂いがついちゃうんだ。ね。うん、あんだけうまいもん食って。最終的にあんな癖も出てくる。意味がわかんない。もっとちゃんとしろよと思うよね。なんでだろうね。ね。ほんとだよ。うんこが食えたら、うん、もう完璧だよね。人って。まあね。これ終了でしょ、もう。やること。ああ、そうだね。ね。終了。もう終了じゃない。確かだって前もいい匂いのもん食ってんのにね。そう。それがいい匂いが、ちょっと落ちたいい匂いになったら食っちゃう。食っちゃうだろうね。うまくて。みんな食うよ、そしたら。やばいことになるよ。なんであのくせんだよ。ただくせんだよ、うんこ。くそ。うまい。うまい。食っちゃった。くそって言ったのがうまいって。なるほど、うん。うまいが、食っちゃったかも。食ってない、食ってまあ、うん、頑張って明日。はい、明日行きます。結果変な感じだったら嫌だね。怖いね。それだけはね。そうね。はい。